戸バ渡る城から見上げた若戸大橋若戸大橋は福岡県北九州市道会話にかかる戸バ区と若松区を結ぶ橋日本道路公団が建設し北九州市道路公社が管理する有料道路の名称でもあった現在は全線が国道199号に属する日本の長尾橋の始まりで建設当時は東洋一の吊り橋だった ETC は 北九州高速道路への乗り継ぎの場合のみ、利用可能であった、若戸大橋本線料金所若戸パーキングエリア廃止、若戸大橋は開通当初に車線で、戸端兄弟から若松兄弟までの区間の車道外側には、歩道が設置されており、歩行者の他自転車と原動機付自転車が利用できた、兄弟内部に設置された、客用エレベーターにより昇降し、 車と反対の右側を一方通行した。兄弟上の歩道支店と終点には、西鉄バスと北九州市営バスのバス停が設置され、和歌道大橋を渡る路線バスが停車した。また、兄弟最上部に展望台が設けられ、歩道から階段で登ることができた。開通当初はすべて有料であったが、1971年2月1日から歩行者のみ無料となった。 渋滞対策のため歩道を車道にして4、車線化することになり、1987年5月に歩道は廃止され、客用エレベーターと展望台も撤去された。なお、取付道路部分の拡張については、若松川、戸端川とも原道の北側に並行して道路を建設し、4車線化後は、原道が、下り車線、振動が上り、車線となった。開通から、 北九州市中心部と若松区中心部を結ぶ唯一の道路として機能してきたが、加えて近年若松区北部への企業進出が活発化したこともあり、交通量は増加傾向にあり、とりわけ朝夕は慢性的に渋滞していた。その抜本的対策のため若戸トンネルの建設が進められ、2012年9月15日に開通した開通当初から西鉄、 北九州市への相互によってバスの乗り入れが実施された。西鉄は当初は、筑豊地区や行橋、中津方面、1980年代以降は、福岡地区への高速バスなどを広範囲に、長距離路線バスを運行していたが、2018年時点では、若松駅から小倉や戸端、八幡東区方面までの短距離便の運行がメインとなっている。 若松区側は大橋周辺にある2カ所に乗り入れるのみとなっている。交通局は当初から市内東西軸の運行を行っており、若松区内各地から戸畑駅、小倉都心を結ぶバスを運行している有料道路であったこともあり、距離に比して高額な運賃設定がされてきた。橋の両端にある若松区大橋通り戸畑区幸町停留所の運賃は、 平成以降長らく両社250円で統一されていたが2006年の和歌道橋通行料金値下げ時20円の値下げが実施され両社局240円にその後2012年に市営バスのみが値上げされたこの時点で西鉄が240円市営は270円となり社局間での運賃格差が生じた2014年には 消費税率の改定に伴う値上げが実施され、無料化直前の2018年11月時点で、西鉄250円、市営280円であった。2018年12月より両社局ともに、運賃改定が実施された。西鉄バスは、大気路運賃と特殊間運賃の合算で、陳率計算しているが、そのうちの大橋通行量の加算を廃止したため、 距離運賃の170円に値下がりしたのに対し、交通局は全線が区間制運賃となっており、区間の見直しは実施されず4区280円のまま、特定10円割引で270円となっており、運賃、定期券などの車局間格差が拡大した。若戸大橋50周年に赤い橋の下で作詞作曲、鎌倉忠匠、白井隆子が制作された。 両側をつなぐという意味を込め、北九州市少年少女合唱団、若松少年少女合唱団合同の合唱バージョン等が収録されている。ありがとうございます。